ビートピア、お久しぶりです。収録は久しぶりだね。てんと申します。まあね、クリア後の後にネオンシティの方を攻略するということだったんですけども、前回エルフとかを手に入れてね。エルフ手に入れた話したっけ？忘れてる。ヴァンパイアの話はしたこと覚えてんだよ。はい、というわけでね、クリア後のネオンシティを攻略するんですけども、まあ、その前にね、一つ軽く旅人待ちのお願いをこなしてからね、ネオンシティのボスの方を攻略していきたいと思います。もうね、イベントとかも特にないんでね、かなりカットが多くなります。サクサクいきますぜ。さあ、というわけでね、一人、連れてきまして、再現度すごいのいるな、後ろに。さあ、ベニローチが問題です。こいつが強いんです。いやー、ほら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 、始めた。うわわわわわ、トークさん。トークさん、早速バナナを食べます。地に発生。しかもバナナ回復量は全然上がってないっていうね。上げるの大変なんですよ。で、今回 NPC 同行型クエストなんでね、少しぐらい楽になると思います。さあ、アンラとリリアで攻めてほしい。おお、ここで、トーカさんと好きのレベルが、リリア様プライムタワー。いけー、うわー、450。マガンギリよいしょ !365! まあ、よう出るわ。もうまたかよ。もう、トーカさん、バナナ食え、バナナ、バナナ。いいよ、もう、それで。ねえ、もう、バナナ食っていいよ。なんかいきなりやます何いただきますって。なんか、クォーツ、あ、どっちがいいんだろう。回復か、攻撃か。でもね、俺は回復の方がいいんだ。アンラとリーデスもやってくれるんだ。あー、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 磨きがおる。あ、でも回復したわ、ちゃんと。HP バナナ食ってたからが。リーデスマンフレームタワー !MP がやばいな。すぐガス欠するフレームタワーしてると。あ、これだいぶ出るよ。いけいけ !123! うわはははは。3人で引っ張ってる。これがキャリー。昔に比べて、またいいのかよ、こいつ。昔に比べて、一発で倒すは無理です。昔リーダースマットーン言ってたけど、クリア後の敵はね、だいぶなんか、普通の RPG 並みに硬くなりました。リリアさんとか手助け？これまでいけんか？いけんのか？シャニング！いやー、ちょっと待って、マジか。リリア様って。そう、普通に硬くなっちゃった、敵。クリア後の敵がね、生地でめちゃくちゃ硬くなっちゃってるんですよね。いや、二段切り、意外とね、あー、ほら。あー、変な顔をした。あー、ちょっと待って。よし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 、じゃあ俺だけ引っ込むね。なんでマイペースのくせに引っ込む、笑っちゃうんだよ。トーカさん頑張れ、発射。お、貢献した。貢献してない、全然貢献してない。全然貢献できてないけど、君。リースマンギガライトニングよしで、オール打ちはさっき見た通りめっちゃ硬いですね。はい。で、好き行動が発動しないと火力にならない説まであるからな。その好き行動発動しないと165って、まあ出てるっちゃ出てるんだけど、いいよ、食べようぜ。もうとりあえずHP バナナの回復量も増やしていかないといけないんで、もう正直食べる要員がいてもいいですもん。HP バナナの回復量結構いただきます。何すんの？あ、お茶にしましょう。あー、こういうのありがたいわ。その、NPC 戦闘員がね、こういうところで役に立つ。リーダーのガス欠しやすい MP を補ってくれるわけですね。マイペース光が満ちる。ギガキュアオールもうベホマズン。もうベホマズン、ここまで来ると。フレームタワーこれが本当に炎に焼かれ、灰となりだよな。あんなの攻撃力だとだいぶ出ると思う、非常攻撃も。せーの、あい、うわまあ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 。ダメそれ。それまた関係悪くなるんだから、それ。まあ確かに、戦法としては間違ってない。もうめんどくせえから即死効かないの。パニッシュメント即死やった。もうめんどくせえから即死効かないよな、思ったら即死効いたわ。パニッシュメントこれオートでやってるとね、オートで AI 行動してるとね、僧侶やたらこのザキ使いたがります、この。おーい、リリアスもダメだって。オートでも正直ね、めちゃくちゃこの即死攻撃好きなんですよ、NPC。まさにこれがクリフトってやつですか？あ。リリア。うん。ひどいことしてごめんね。またリリアと仲良くしない。お前それしてもすぐにダメになるんだよ。うん、よかったよかった。私もありがとうトーク。その結末がさっきのドカンでしょ。言っちゃダメなんかな。誰これ。ビッカラバーガー。なんかクエストのボスに似たような気がしないでもないな、お前。で、チリンチリンじゃなくてさ。いけるか？いやでも、シャイニングでいけなかったでしょ？まあでも、削ってった方がいい。いくぜ。シャイニングが、468だ、出るんだけどね。自分もリリア様並みに出るんだよ、火力は。補正が入ればね。そう、補正が入ったらだいぶ出る。あ、覚悟アンラ大回転大回転斬撃決まったわ。やるね、アンラ。いやー、アンラね、技によって結構ね、しょぼくれたりね、しょぼくれたり、おーってなったりするな。戦車はまあでも、脳筋攻撃がやってくればいいんだけどね。いただきますレミリアレミリア、姫なんだーって。いけ強いわー。おっと、アンラに負けそう劣らず、私も行きますかい。騎乗攻撃あ、HP高っせーの、はい、よいしょ !627 出んの僧侶か、ほんとにこいつ。リーダー様炎に焼かれ、灰となれ、フレイムタワーと、652年だもん、こいつ。おいおい、慎重トウカさんいけるかトウカさん、出る発射 !174 頑張ってる方なんだけどね、君。レベルそのレベル帯なら頑張ってる方だわ。うん。手助けが手助け。大丈夫大丈夫、もう出る。もういける、もういける、もういける。せーの、はい。1、2、うわははは、強いというわけで奥まで来ましたね。なんだかんだいろいろしてきましたけど。あレミリアの帽子まで、全貌まで取られた。レミリアの全貌まで。さあ、レミリアとオロチ。あら、仲良し。絶対強いじゃん。金色オロチじゃん、もはや。絶対強いじゃん。たまにレミリアいいんだ。ちょっとなんか仲良さそうだな、なんだったらちょっと。ピョンを始末したいと思っていた。そんな時にね、馬の離れ気があるんですよ。吹き飛ばしたね。よし、これでかいな。もう敵引退や、こっから。よし。あと1体、バリアー。もうこれでリーヤ様耐久力2倍なのに。さあ、マガンギリテイ。戦車、もうちょっと火力あると、いいんだけどね。ああ、10日ああ、敵打つか。はい。敵打ちめっちゃ出る。いてー。3回か。いや、2回か。10日やられたわ。俺、10日放置しとくとね、あんまいいことないんすよ。10日さんを放置しておくと、多分アンラがね、ミラクルビンタしちゃいそうな気がする。どうなるんだろう。あ、でもよかった。これサボらなくてよかったわ。ギガキアオールして、もう3人で戦っても十分だと思うんだけど、多分アンラが生地優しいからな。これ NPC どうやってすんの？蘇生しちゃうよね。蘇生に行っちゃうよね。しかも倒れたまんま、そう成功してないし、しかも。まあ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 。あ、じゃあ、いや、ごめん、まあ、ちょっとせっかく今被害少ないから、蘇生するわ。絶対に蘇生できます。いきます。ギガ、リザレクション。絶対蘇生なんでね、でかいっすよ、これ。しかも全開だし、魔力が高すぎて全開しとる。トウカさんが危ないな。どうしようかな。トウカさん、もう一回ドカンってなったりするのかな。それやったらもう考えるわ。でも耐えなかったしな、結局。バリアがあるといいんだけど。頑張れ、トウカさんトウカさん、おお、よし、耐えた。耐えたけど、バナナ食っとるな、こいつ。ただただこいつはもう HB バナナのさ、回復量増やす要因みたいになってんな。ギガキュアを連打するだけです。アンラとリーダーが攻めてくれるんで大丈夫でしょう。リーダーさんフレームタワーでどんどん打点取ってくれ。いやー、400出るんだもんな。戦士がね、そう考えるとちょっとだけなんか火力見劣りすんなーとは思ってるけど、まあ、完璧な AI で動くのは本当に魔法使いぐらい。はい、トウカさん。お、トウカさん耐えたよ。トウカさん耐えた耐えた。トウカさん耐えた。バナナ食っとる。トウカさん耐えたね。よかったね。バナナ食っとるけど。はい、ギガキュアオール。トウカさん耐えたね。よかったね。あー、MP 雨か。君たちなんか牛歩だな。こうしてみると。マイペース。あ、おーっと危ない。あんたちょっとかばって。ああ。助かった。助かったじゃないんですよ。あーんら、あーもうなんかもう君ぐっちゃぐちゃ、君たちぐっちゃぐちゃしょうがないな、じゃねえんだよ。ちょっと、君たちぐっちゃぐちゃに始めたよ、なんか行動が。誰一人攻撃してなくなったよ。攻撃の手って止めたら言えないんだよ。ミートピアにおいて攻撃の手を止めるのだけは勘弁してほしいんだけどさ、俺。はい、キュアオール。じゃあもう MP 危ないんで回復しまーす。あんらが、バナナ食って、お前までバナナ食ったらダメだよ。お前攻めてくれ。いけ、トンカさんひゃほートンカさんいけ、ひゃほー発射おお、結構出る。200、結構出るな。結構出るんだね。あ、結構出るんだね。ちょっと MP がやばいんだけど、自分の。自分の MP がやばい、ちょっと。ふりかけ自分回復した方がいいかな。リリー様の先配っといたんだけど。さあ、あとどんぐらいだよ、チビ。自分、おー、強っ !680 出んだ。さあ、トーカさんがね、ふんって。トーカさんもうこれでいいよ。ずっとこれでいいよ、もうお前。頑張れ、トーカさんあんなが守る。ひゃっほー頑張れ、トーカさん発射なんやってなってるぞ、お前。じゃあ戻るね、一回。で、トーカさんもこりかけて回復しとくから。リエさんフレームタワー。いやー、まだか。おーあ、頑張れ。バナナ食っとる、こいつも。いやー、ダメ。故障発見。何それ。修理。直さないと。あ、修理を始めた？何？その場で直すんじゃねえのか、お前。お前、一旦かかるタイプかよ。俺、蘇生すんのに。遅いなぁ、君。あ、そんなあるんだ。戦車めったに使わんからわからんわ。悪いけど。悪いけど、戦車めったに使わんからさ。一旦待ってから回復なの。戦車攻めてくんないと困るんだけど、僕。まあ。いや、そろそろ倒してほしいね。ほんとにタフだね。ん？そういう回復なんだ。自己回復なんだ、しかも。あんま使えないね。俺が動かしたのが悪かったわ。終わるね。もういいね。はい。よし。めっちゃタフだった。HP いくつなんだ、ほんとに。おいしいって。めっちゃよくできてるわ、あの実。誰が作ったか知らんけど、まあ多分有名なミートピア実況投稿してるとね、他の実況者の見れるんで大体知ってるんですけど、誰のかは。再現度が高えわ。ふぅ姫の配役もバッチリだな。姫だもん、確かに。いい汗かいてよ。付き合ってくれてありがとう。伝説の杖もらった。もう持ってるんだ、俺。いらねえ。じゃあ金にするわ。目の前で金にすんな、杖を。やったー。さて、疲れたエネルギー取り戻さないと。いただきまーす。これじゃああんまり変わんない。さあ、ネオンシティを攻略しようと思います。ネオンシティの一番奥にはですね、3DS 版の時もちょっと言ったんですけど、今までのボス、ストーリーに出てきたボスが、強化された状態で、まあ、超魔王もね、一応設定上超魔王も手をつけられなくなったという設定なんでね、超魔王より強いっす。てか。今まで出てきた、その大ボスが、ね、超強化されてやってきた、牛の王ですね。はい。3DS の時にまあちょこちょこやったんで、この辺りはまあね。まあ、ただこれ1番階から8番階まであるんですけど、まあ、要するに8体ボスいるわけですよ。まあ、その中では最弱というわけです。ネオンシーの中では最弱ですね。はい。さあ、そして今回は新戦力がそこに見えますが、新戦力いるね。赤髪の女の子。さあ、新戦力、ヴァンパイアです、あれは。さあ、行ってこい、コウモリトルネード。いやー、まあそんなもんか。一番揃ってないっちゃ揃ってないからね、君。自分たち3人に比べて加入が明らかに遅かったからね、ロアちゃん。ロア。まあ、某あの人と一切関係がありませんね。この人はロアという人です。小池百合子とかいましたけどね。あの人はあの人の世界線がありますんでね。はい。この世界線のロアというね、皇帝、ロアっていう名前はいっぱいいますからね。はい。別にね、別にあの人ってわけではないです。めっちゃ言うじゃん。てか、衛星は優秀だね。なんかいつでも、なんかヴァンパイアってあんまり大したことやらないイメージあるんだけど。ヴァンパイアはね、準耐久がだいぶ耐久ありますんでね、硬い、強い、遅いっていうね、感じです。はい、アーダみたいな感じですね。お、これだいぶ出るぞ、シャイニング。シャイニングの570、リディアさんに負けない軽く出んな。終わったわ。ま、彼はネオシールか最弱。バカチンガーこのバカチンガーさあ、リリエ様を失い、もう強烈なデバフが入りました。こちらの軍勢にね、強烈なデバフが入ってしまいました。ちょっと待ってくれよ。マジでリリア様の言うの聞いてねえわ。さあ、代役としてね、まあ、一応一軍に入ってるアンナが2人、アンナロ。ティラ、アンナロ。まあ、ただ、科学者は火力職ではないからね。火力職ではない。サポートというか、いるだけでサポートができるタイプのキャラなんで、火力がちょっと出づらいかな。ロアちゃんに頼むか。物騒な守ってんな、お前。いけ！アナもそこにいることがお仕事みたいなのがあるからね。いろんなことできるからね。仲間を呼んで、そうだ、最終兵器俺たち呼ぶんだった、こいつ。こいつら最終兵器呼ぶんだった。最終兵器はね、早めにね、倒しておきたいところではあるんですけど、個人的には。こういうことするからです。こういうことしてね、守りのふりかけはね、まあ浪費することになるからですね。おー、まさかエペツとは言わないよな。あー、そういうことか。電算ゲームになっちゃうの？てか。最終兵器になってほしかったんだけど、最終兵器をね、早めに倒した方がいいよ。マイペース！よしこれさ、ヒヤヒヤするわ、毎回。でもそれが一番面白いところであるから、俺はこれを貫ける。おい、やるね600弱出せばいけんのか。電算キング全体攻撃強いからね。それ言うてたら出したわ。言うてたらもう出しちゃったけど、それが強いから。まあでもそんな食らわなかったなってか。こっちもね、ちゃんと育てていますからね。おーい、えいじゃないの。えいじゃないの。カスみたいなの出てた。えいじゃねえんだよ、お前。おめえはえいじゃないんだ。この辺りはもしかしたら、さっきの大内とかよりは弱い部類かなっていう感じですね。初めに出落ちてきたのが30レベルぐらいなんですけど、1とか2はそれでいけるかもしんない。確かに。また来たかな。むん！いやー、それじゃね、戦士。まあでも戦士を自分が使ってもしゃあないから、これはもう戦士の AI 次第だな。ロックオンされて、いや、もう一回しますしたい。ロアちゃん、替え抜き！そう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 、ヴァンパイアはね、魔法使いの火力をちょっと落として耐久にガン振りしたって感じのイメージである。あと AI が低い。リリア様みたいに的確にフレームタワーを打つわけじゃないからね。ただ、安定はするよ、パーティーが。まあ、かなり硬いからね。ヴァンパイア HP 高いしね、職業の中で一番高いんじゃなかったかな。あと、特性として、狙われやすいって特性を持ちます。ヴァンパイアはなぜか知らないけど、めっちゃ狙われやすいです。これ体感というわけでもなく、まあ、そういう設定なんだけど、まあ、というか。そういう関係上ね、だから、まあ、壁役としても適してるんかな。もう言うてたら多分終わると思いますが、あー、ここで最後のあがきをしていく。あがくな、あがくな。終わりや。もう電算キングは終わってる。ほら、最終兵器だけ、あとは。まさかのお供が残っちゃうパターン。ここから蘇生とかいうのはね、どっかのね、手の魔王なんでやめていただきたいところでございます。まあ、でもさっき600くらい倒してたからね。まあ、さすがに力入れなくても、もうポチポチっと終わらせましょう。アンナたちが手助け。この3人がね、加勢すれば一気にいける。よし。ここもそんなに苦戦しないね。ああクソもうクソ人類の敵。この世の絶対悪。もうゴミカス。産業廃棄物。なんで言うんだマジでさ、お前雑魚的の方が強えんだよな。なあ、もう嫌い。こういう時は、まあ、即死攻撃をしてくるのが目に見えてるわけですよ、あいつって。あいつは即死攻撃をしてきます。はい。で、ほぼほぼ確定先制します。というわけで、そういう時の対処法は、ただこれね、まだ1戦目なのよ、道中の。2戦目、3戦目、こいつら出てくること考えると、あまり浪費できないんですよ。絶対倒れてはいけないのは、敵討ち要員としては、このアンナです。この2人は倒れたら、アンナが敵討ちして死神に大打点を持ってくる可能性がある。ということで、アンナだけに使います。はい。まあ、一人死にます。あはははああ、敵討ち入らないよね。え、ちょっと待ってよ、それは予想してない。そっか、かばっちゃう可能性があるのか。とりあえずこれで2人が攻めれる状態にはなった。この死神の対処だけはね、本当に難しいというか辛いわ。まあギガリザレクションしたら1人分はなんとかなります、僕が生きてれば。はい、送料は絶対下げておかないといけない、この関係上。逆を言うとですね、これ放置してレベル上げの時にこいつらが出るとマジでゴミかせだなと思ってます。だからさ、適当にポチポチしたら死んでいたみたいな。ダメ、それダメだと思う。ほら、魔法効かれればゴミかせや人類の敵じゃねえか、完全に。1体倒してくれ。おーい、それダメ。あ、いけんだ。あ、火炎の息とかならいけんのか。魔法じゃダメだけど。そうかそうか。あ、これあれだね、普通の通常攻撃だね。ごく稀にある、本当にごく稀にある通常攻撃でよかったわ。回避判定が入っとったからかもしれんけど。よし、守りのふりかけ一つでよかったのかな。これさ連戦とかの時にね、バカみたいに来ると本当にダメなのよもう人類の悪、もう絶対悪、もう何で産んだこんなもん一人だけでいい。うわー、来た。あんなみんなごめん。よくも来た。これ敵陣耐えんのかよ。そのやられた時に時々発動するこの敵打ちが便利なんですよね。あえてやられることで死神に打点取って、本当は一撃で倒したかったよね。だから戦士だけはダメなんだよな、逆に火力出せるのはいないからな、いくら敵打ちでも。よし、それでいい。守りの振り、やったね、やったね、怒ってんだけど、お前。どう見ても。怒ってる、恐怖の神にいない。もう、恐怖の神はもういないんだ、でも。倒した後だ、もう敵が倒れたんだって。そういう感じ、怒りが収まらない。苦い攻撃してる。こういうことを誘発してるんですよね。これを誘発してる。これが死神の対処法。さあ、3番街お口ですね、今度は。まあ、多分ですね、これ確かカエル。そうだね。2体のカエルですね。要するにタメズブレスとかが2体分になったんで、その分ちょっとね、大変になりました。処理が大変です。まあ、片方落とせばもうほぼほぼ勝ちみたいなもんなんですけど、その性質上。というわけでね、シャイニング、片方からいきましょう。OK！ ブラックホールがいい打点出るよ。強いねブラックホール。リニア様のギガエクスプロージョンに引き落とす。なんらの火力が低いように見えるわ。1とか7とか4だもんだって。まあ、ブレスが一番強いことになるのかな。まあ、息を吸い込むは確かにまずいんだけどな。うわー、マジか。めっちゃ吸うじゃん。早めに1体倒せば、そんなに怖い敵じゃない。一斉にブレスがかれて壊滅まで持ってかれる可能性はあるけど。終わったわ、一人。ブラックホールをやろうとしてるもん。あんだ、ブラックホール！もう一発倒したもう終わった、一体3番街にザコの方がよほど強いぞ、これこれ多分3番街にザコのさっきの死神連中の方がよっぽど強いんだよな、これなんかミートピア時々あんだよな、こういうのが。あ、草駅だ。それでもこれか、あんま強くないね死神を見習えよ、お前死神が心の大量発生してんだよ。運営は何を勘違いしたんだろうな。運営多分ね、勘違いしてるよね。死神は若干なんと思ってない。バカほど強えよボスより強えよあれ、こんな道できたっけ急に。あれ、魔王の呪いのねテイラちゃんだ。どうも、僕は誰かわかりますかそういや、こいつ僕っ子になってたんだった。おめえだって知らねえよ。僕は、いや、忘れてください。いや、ごめんなさい。さて、あなたに持ってきました。最後にして最大の試練。お前さ、魔王の呪い何をしてんだよ。せっかく持ってこなくていいの、テイラちゃん。姿を現せ、覚醒し投与。あ、3つ制覇で出るんだ。恐怖のと。これはもう生放送コースだわ。これはマジで生放送コースなんだって。これは恐怖のと。これ今、過酷な戦いが待つでしょう。検討をお願いします。勝手にいかんな。それはさようなら。おーいなんか寂しい。